Welcome to Studio Blog and thank you for supporting my small business.私のスタジオブログへようこそ。再生していただきありがとうございます。おはようございます。あっという間にもう土曜日だ。昨日は作業しているところをちょっと動画には撮れなかったんですけど、このサイズの作品が一つと、ちっちゃい額に入れる作品が二つ寝てます。なので、今朝はこれに着色をしたり、天使刺繍を加えたりするところから始めたいと思います。そんな感じです。頑張ります。じゃーん。最近ケース買ったんだ。めっちゃ綺麗。あ、逆さまに焼けちゃった。このペンはね、コピックっていうペン。すごいおすすめだよ。着色する時のポイントは、まずメインの色を先に決めます。で、そのメインの色の中で対象の色だったり、こうポイントで使いたい色っていうのを決めていきます。今回のこの作品の時はピンクと紫をメインの色として選びました。なのである程度先にピンク、紫、薄いブルーとかを塗っていきます。で、その後に対象となる色、この作品だとイエローとかオレンジとか、そういうビビッドな色を塗っていきました。出来上がったみたいですね。これは今使ったペンを並べて、ミュージカルのカーテンコールみたいに出演者紹介みたいなのを撮りたくて、一生懸命横に全部移動させようと頑張っている手元です。なんでこれやりたいと思ったんだろう、私。これだけの色を、この作品では使いました。一人遅れてきた。緑一人遅れてきました。はい。次は、この子を、ニットかな。トップスのニットに紫色のハンドステッチをしていきます。どうぞご覧ください。あー絡まった、最悪。もうなんでこうなる。これ自分のアトリエの部屋用に頼んだ机の上の収納棚で、早く組み立てたいんですけど、やりだすとこっちの方がすごい時間かかっちゃうから、一旦これは本当はやりたいけど、一旦これは置いといて先に作品をやります。額を選んで中に入れていきます。ゴールドの額と白の額と悩んでましたけど、ニットの子は爽やかに白にしました。こっちの大きい方はなんか飾りを足したいなと思って、今指先でこうゴニョゴニョって、ここにお花が来たらどんな感じになるかなっていうのを想像しながら触っていました。サインを入れます。今まで全部には入れていなかったんですけど、
もう最近は必ず入れるようにしています。お客様からサイン入れてほしいですって言われて、おお、そうだなと思って考えて、もうだいぶ書き慣れました。この時私入れる麦間違えて逆さまに入れちゃったんだよね。入れ直します。もう完成ですね。可愛くできたと思います。お腹が減ったので一回お昼にします。あとちょっと寒いので、足が寒いからルームシューズを買おうかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。インスタグラムでは刺繍のワンポイントのシャツやコラボグッズ、その他のアート作品もたくさん紹介しています。 YouTube のチャンネル登録と Instagram のフォローお待ちしております。それではまた次の動画も見てください。バイバーイ。